はい、こちらね、私がよく行く、難波小田ロードのね、ワゴンセールの20円、50円、100円のお店でね、お買い物しました。でね、今回はこちらね、20円で売られていた、先ほどね、ごめんなさい、ごめんなさい、紹介させてもらったのが、こちらね、観光の、あ、ごめんなさい。観光じゃなくて、進撃の巨人のね、缶バッジで、1枚ね、これ20円。ごめんなさいね はい、こちらね、1枚20円で、これね、空いてるやつもあったんですけど、ほとんどが未開封でね、大体がね、缶バッジはね、進撃の巨人に関しては、強弱が激しくてね、高いものもあればね、そんなにっていうのもあって、今回僕がね、これ買ったのは、ごめんなさいね、異常に得するもんではない、まあ、買う側としてはね、得やったんですけど、オークションでね、お小遣い稼ぎをしようかなと思ったら、まあ、そんなにね、ならないタイプの缶バッジだったんですけど、ごめんなさいね。今回のね、こちらの方は、こちらもね、まあ、未開封の状態、まあ、なんかの台紙とかについてたかもしれないんですけど、まあ、こうね、外して使ったとか使用頻度がないね、そういうタイプの未開封の新品であって、こちらはね、だいぶお得なのが、平均的に、こちらのキャラクターね、単体で、150円から200円ぐらいのね、オークションの競り落としが平均的にポツポツありました。これね、1枚20円っていうのは、決してね、買う側としても全然悪くないですし、オークションでね、売るっていうのもね、全く悪くない状態の商品だと思います。まあね、こんな感じで、どん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 ね、私が難波小田ロード周辺にね、ブラブラしに行ったらね、こんな商品とかね、こんなお値段のものがありましたよって、どん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 商品の方を紹介していきたいと思いますので、皆さんもね、まあ、未だにラバーストラップっていうのはね、いろんなガチャガチャで流行ってますので、まあ、この進撃の巨人がね、未だにそのブームに、つながってるかどうかはわからないんですけど、まあね、ラバーストラップ系を集めてる人で、これが20円って言ったらね、あ、絶対買う側ではね、損ではないっていうはずです。まあ、こんな感じの商品をね、どん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 紹介していきたいと思いますので、私のね、内容がいいと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。